皆さんこんばんは、中野です。お久しぶりです。1週間ぐらいね、ちょっと動画撮らなかったんですけども、最近すごく忙しくて、疲れてます。あのー、仮想通貨の草イんだよね、やっぱりね。で、まあ、3年前の仮想通貨って言ったら、 まあ、ICO とかもあったけどさ結構うさんくさいのばっかりでねそれでお金払ったけど仮想通貨がね仮想あのコインが送られてこないとかね上場したけどすぐ値段下がっちゃったとかねまあ上場しないとかね はたまた最初から嘘で詐欺だったとかね。そんなのばっかりだったんですよね。そんなのばっかりで、まあ日本全国、まあ300万から8000万ぐらいね、騙されてしまった人がたくさんいたんですよね。特に主婦の方が多かったですね。それでまあ今年もね、 ああのまあ、日本全国から650億集めたね詐欺集団12名いましたけど逮捕されちゃいましたねまあ人工知能で仮想通貨のアービトラージ取引やるからってことでね言ってたんだけど結局 <laughs> アービトラージっていうのはね 各取引所間で価格の差があるからね価格の差を利用した取引なんだけれども難しいよねそんなことはもう5年も前からさあの5年も10年も前からねまあ仮想通貨だけじゃなくて株とか為替の世界でもアビトラジっていうのがあるから それで、ゴールドマン・サックスとかね、あの巨,巨大なヘッジファンドが、年間1兆円も2兆円もかけてシステム開発してましたよ、ね。650億じゃ足んないですよ、全然。でもね、スーパーコンピューター用いてね、2>, <laughs> 2兆円も3兆円も毎年費やしてね、アービトラージのシステム開発やってましたけど、 IBM とかね、一生懸命ユニシスとかやってたけど、結局できなかったですね。結局、問題結構あるんだよね、やっぱりね。うん、さすがに電子は光の速さで飛ぶって言ってもさ、どっかでボトルネックがあってね、やっぱり、すぐに価格ってもっと戻っちゃうんだよね。まあ、難しい、すごくね。 私の,方は私の方はですねあのまあ意外とねまああの頃 ICO、ICOICO ついて,ててあの上場前のね仮想通貨のプレセールスで売ることは ICO とか言ってたんですけど。 まあどっちかというとこ手売りですね。手売りで、まあ、ネットワークビジネスの人に手売りで売って、まあ、日本円でね、売って、あと <coughs> でコーヒーをホーレットに送金すると。まあ、イーサーウォレットとかね、メタ、メタ、まあ、イーサーウォレットとかにね、送ると。いうの流行ってましたよね。<coughs> で今は IDO っつって、まあ、あ手売りがね、あのー、金融庁によって手売りが禁,禁止されたんですよね。で、日本円は使っちゃいけないと。日本円で仮想通貨売買しちゃいけないってことだよね。<laughs> 取引所経由じゃないとダメだってことで。日本はこれ禁止ですね。で、これも日本のは禁止なんですね。取引所、まあ、 コインチェックだけやってましたけど、まあ、海外はね、あの日本の法律を呼ばないんで、IDO っていう名前でやってます。まあ、海外しかないですけどね。で、これがね、意外とね、あの、3年前のようにね、 上場しないとかね、あのー、すんじゃなくて、意外とね、2倍になったりね、まあ1.5倍になったとかね、上場してね、10倍になったりとかね、意外とあるんですよね、今年ね、あのー。<laughs> ね 間違ってもね、まあお金だけもらって、まあ、イーサリアムだけもらってね、逃げちゃったとかね、バイナンスコインだけもらってね、逃げちゃったとか、コインが届かないとか、そういうのはないですね。で、まあ、上場もね、まあ、2、3ヶ月先で間近だと。で、上場もまあバイナンスとかね、まあ、しっかりしたところだと。 上場した後ともね、意外と値がついて、まあ、そこそこ上がっていくと、いうことでね、まあ、3年前と違って、地合いがいいからね、今ね、仮想通貨ね。で、これ、このまま上がっていっちゃうんだろうね、仮想通貨ね。まあ、例えばビットコインだったら、まあ、1000万、2000万、3000万って上がっていっちゃうんでしょうね。 なので、まあ、新しくできたね、コインなんかも、まあ、例えば、メタバースとかね、あの、まあ、Facebook が始める、<laughs> まあ、3D 世界ですよね。まあ、3D 世界ってもう,もうね、今から20年前から日本で終わってさ、あのー、セカンド、 セカンドライフっていう会社があったよね。セカンドライフっていう会社がね。セカンドライフっていう会社があって、インターネット上に仮想空間を作って土地売ったり、建物出したりしてましたけどね。で、詐欺罪で捕まっちゃいましたけどね。かわいそうにね。まあ、早,早すぎたんでしょうね。 うーんまあそういう意味ではインターネットが始まった時っていうのはね、まあ、1994 <laughs> 年かな日本でも <laughs> 開通して最,高は最初はベッコアメっていうところがねベッコアメっていうのが日本の接続を独占してたんですよ東芝からスピンアウトしたベンチャー企業はねベッコアメっていうのが それで、土地売ってましたけどね、インターネットに生息するためのあのポータルサイトがあって、繁華街があって、ここは一番高い土地だとかね、土地売ってましたけどね、まあ、いわゆるこれも、まあ、メ,タメタバースっていうのメタバースだけど、まあ、どっちかというと、まあ、3D 世界でね、まあ、ゲームの世界だよね。 ゲームの世界はまあ、どっちかというと 3D 世界で。まあ、あの、あの、SF 映画の中だとね、いろいろあ,ありますよね。3D のメタバースの世界ね。<coughs> で今はね、まあ僕はこの IDO、結構難しいんだよね。昔と違ってさ、 まあ昔もね、例えばノアコイン買うっつったらさ、あの、専用のね、<laughs> アカウントを作って、えー、いわゆる、まあ、ホームページ見たらね、えー、アクセスしてですね、で、そこで自分のマイページを作ってですね、で、そこからまあイーサリアも送金してとかね、 えー、いろいろあったと思いますけど、まあそんな感じで、ね、や,やるんですよね。今はまあ、えー、他にもね、いろいろウォレットがあってですね <laughs> <coughs> <coughs>。これですね。このキツネのウォレットがあるじゃないですか。で、これまあイーサリアムベースなんですけども、まあ、バイナススマートチェーンとかね、いろいろ。 えー、イーサリアムメインネットもありますけどいろんな、ね、ネットワークがあるので、まあ、これでですね、えー、カスタムトークン,、まあ、トークンをですね、あのー、買うことができるんですよねでこのメタ <laughs> メウォレットの中に、あのー、<laughs> 上場するまで保存しておいてで上場したら上場した取引所例えばバイナンスにね アカウントを作って、それで送金してですね、そこでまあビットコインに変えて、そこから日本の取引所に持ってきて、日本へ、日本へ変えると。そんなことをやってるんですけども、意外とね、この、まあみんな知ってほしいんですけど、この ID を、 10倍人ぐらいみんなね500倍とか1000倍とか1万倍になるっていうね YouTube の人多いんだけど <coughs> <coughs> 実際にはね上場してすぐにはそんなな,ならないねただほっとけばねなる可能性がある なぜかというと、体の枝がね、体の枝はですね、えー、ICO3 回やったんですけど、まあ、最初が一番安いよね。で、ICO の平均価格が0.6円なんですよね。0.6円、体の枝ね。そ 上場した時も0.6円なってんですよ。であれ変わんねえじゃんっつってまあ売っちゃった人がほとんどなんだけどまあ変わんないんだったら持ってようかって人もいっぱいいるわけですよね。<laughs> あるまあ体の間のね専用ウォレットを入れとけばまあ月増えますからって言ってね今でも増えてますけどね。でまあ 上場しても変わらないんだから、変わってないから、まあ、下がってないしそのまま持ってよっていう人も多かった。で、1ヶ月かね、まあ、2ヶ月ぐらいしてからですね、まあ、これが6円とかね、なったわけですよね、12円とかね。 あそうするとこれ10倍ですよね。20倍ですよね。で今は、まあ、ここにあるけど。 1円だから、えー、0.6だよね。346倍ですね。346倍。ね。だから、あの、上場してもね、まあ、すぐに、<coughs> もうからないこと多いし、まあ、半年一年持ってても10倍、20倍しかならないと。そうでも多いですよ。 ただ体の変化もう、もう4年ぐらい経つじゃないですか、上場してね。丸4年かな。4年も経つとね、346倍とか、まあ、400倍とかいくわけですよね。だから、<coughs> まあ、今回今ねメ、メタバース系の ID o とか多いんですよね。<coughs> まあそれで世界の、 ゲームの中でね、まあアイテムを買うための、えー、コインとかね、トークンとかっていうのが多いので、まあこれからね、まあ、使,われて使われていくだろうということで、まあ期待は大きいよね。まあそれと、あのー、一度ね上場したんだけど、 えー、価格が停滞したと。で最近また <laughs>、まあ、メタバース系とかね面白い、えー、面白いですねプロジェクトが発足して、まあ、人気を集めてるってなるんだよね。<laughs> <laughs> で僕も何度も言いましたけど、ジャスミンね、これ元ソニーの社長かなんかがまあ関わってるっていうやつなんですけども、<laughs> まあ僕、あのー、ジャスミンどうしても買いたいと。で、まあ、いろんな人からね、ジャスミンまた上がるんじゃないかと。で、まあ、<笑><笑>ジャスミンっていうのは、 えー、オールで見るとですね、まあ去年、今年ですね、今年の2月、去年か、あ今年の2月十、二2月に上場してですね、えー、2月 16, 時16日に高値をつけたと。ね、あの今四400。 425円ぐらいね。416円か。421円の時きあったね。つけたと。まあそっから停滞してですね。まあ一時は1円とかね。1.3円とか。1.5円とかね。これね。8月9月とかな。1.5円とか安かったですよね。 だったんだけど最近ねまたプロジェクトがうまくいくようになってですねなんとあの本日ですねバイナスに上場したんですよバイナスにねバイナスでしょ今まではバイナスがなくて まあ僕だったら空港コインかな、韓国の空港コイン。で、あのー、ここ最近多かったですね。ジャスミンどうしても買いたい、ジャスミンどうしても買いたいですね。で、また、<laughs> 関東近辺のお客さんのとこ行ってね、あのー、僕も忙しくジャスミン、まあコイン、空港コインセキュリティ厳しいですね、かなりね。うーん、まあ、あと 特集だよねね使い方が、ね、クー,コインくーあの、まあ、4年前からねあってクーコインは唯一潰れてなく潰れなかったしいまだに草コイン取引所として有名なんですけどクーコインですね クーコインでね、お客様ん100万欲しい、200万欲しいって言われてね、買いました。まあ先週ですよね。まあそしたら、えー、今日ですね。バカゲですね。バカゲっていうかまあ、1.5倍ぐらいですね。 一日経ってね、一日経って言ってもですね。なので、まあ、まあ昨日買った人もいるんですよ、ちょうどね。ああっ危なかったなと思ってた。<laughs> まあ、今日の何時かな、これ。<laughs> だから今日の17時ぐらいに上場したのかな、これね。 うん、ジューシーね。だから昨日とかだったら、まあ、17円とかね17円とか、まあ、18円とかねまあこういうところで買ってたお客さんがまあまあ1.5倍とかねまあ1.4倍とかねまあだってですね、まあ、100万円が 140万とか150万になるしね、200万円が2百0ん ?280 万とか300万になりますからね。1.4、1.5倍で200万が300万ですよね。やっぱり大きいんですよね。で、まあ <coughs>、まあ僕はね、あの、仮想通貨の銘柄をね、あの、指定してね、お客さんこのコインいいから買った方がいいよっていうのは、 まあ言わないですね。<laughs> まあ聞かれたらね、あのーまあのま友達関係ということで話すときもあるんですけどね、まあ、僕自身が仕込んでるものがありますからね。うん、まあ仕事上司知り得たもんですよね。<laughs> 仕事上司知り得たもんってはありますからね。うん。何百倍になってってな。<laughs> 毎日見てれば分かりますからね。バカじゃないかない限りね。なので、これすごいね。あのー、まあ、こう、すごくなっちゃってから買ってもダメなんですよね、もうね。うん。<coughs> いいたが上がってきたのかね、これね。ー <coughs> だから、 今、特にね、下がってますからね、価格が。<laughs> まあ、価格下がってるとちょっと高いですけどね、ビットコイン670万ありますからね、イーサリムも日本18万もあるしね、なかなか手出せないですけど、<laughs> もう少し下がったらね、うん、買うといいと思うんですよね。 あと、エンジンコインとか、上がってきちゃってるのとね、サンドボックス、サンドボックスなんかもう50位まで来ちゃってもね、これ200位ぐらいだったんだよね。うん。まあ、メタバースですね。ゲーム系ですね、3次元世界はね。はい。 なので、あの、仮想通貨の特に今、IDO と草コインですね。まあ、草コインはもうすでに上場してしまっているコインなんですけども。あの、バカにできないですね。うん。バカにできないぐらい、見込みありということですね。 次にドル円なんですけどねこれ月足、えー、週足ですね <laughs> <laughs> すいません冷 <laughs> 足四4時間足ですね難しいですねうんまあまあこれ114円98かな まあ115いってないですよね。うん。怒っ,ってこないですからね。これ、まあ、4時間足ですけど。うんまあ、七75移動平均線怒 <laughs> っ,ってこないですよね。ここでサポートされて。こいですよね。 まあ落ちてもここまでですよね。これまあここのね、これ二百広い金銭ですけど、まあこれ <coughs> もう少し当たりますよね。<coughs> <coughs> まあそうするとまあこんな感じでね。 ま,あまた、こうなるんですよね。よくみんなよくよくになって。<laughs> まあ上がって、上がってきそうな感じですね。これね、本当にね。うん。上がっていきそうな感じですね。まあもちろん100ピップス、200ピップスぐらいのね、下げてあるから、あ,あ、下がるかなと思って、うん、みんなこれ、焦点でいっちゃうんだけどね。 実は、まあ、ものすごいプルバックがあるからみんなやはじ <coughs> かれちゃうはじかれちゃって <coughs> <coughs> まあ今は誰も儲かってないと思うんですけどねうんまあ直近週足を見るとこれが118円ですから まあこい、ね、こうは行くやね、これはね。まあね。年内に行っちゃうかもしれないし、まだ来年ですね。<laughs> まあインフレ。まあ、物価高ですからね。うんまあ、そこから落ちてくる気配ですかね。 まあ、ひょっとしたらもうちょっと行くかもしれないね。この辺ね。121円ね。まあ、ちょっとまだまだ上目線で行った方がいいですね。押してきたら買う。まあ、あの、ショートは入れないと。ロングは入れていくということですね。はい、非常に難しい。難しいけどね。 いつ落ちるか怖いからね落ちるの落ちるの早いからね怖いですけれどもまあこういうとこでねショートが取れればまあそ長くまあ <coughs> 10年単位でねロングポジションロングショートを持ってるまあ、年金扱いになりますんでねあともう少しの辛抱ですから <coughs> 継続していくしかないですね まあ継続した証には、毎、ま、月、あ、年金がね、<laughs> FX だけで10万、20万ってね、年金が入ってきますからね。何もしなくてもね。まあ、それが楽しみ。それをね、まあ、楽しみにするっていうのは本当にいいことかと思います。俺これなんすかねこれ。一気に上がったんですね、今ね。 ですね、うんまあ指標ですねまあ、一気にしゃってまあそんなに、ね、そんなにまあ結構上がりましたからねうん落ちした <laughs> ねえ落ちるかな <laughs> はやっぱり上ですね気をつけていきましょう。それではね、今日もお席が多かったですけれども、えー、どうもありがとうございました。席はね、だいぶ直すようにしてますんで、えー、今しばらくお待ちください。それでは、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。